はい、今日はねちょっと風が強いんですがこんな感じになってます。テントの中はですね、まずこれがクッション代わりですね。クッション代わりと、寝袋、これはダウンの冬用の寝袋です。それとあと中にですね電気毛布が入ってます。電気毛布が入ってて、下はねまたこれネイチャーハイクの空気を入れて使うやつになってます。でこのテントなんですがクラウドアップ2というテントでですね、夏場はねこういう風にメッシュでいいんですが、冬はねやっぱり若干寒いですよね。なのでできればですね、まあ冬用のテント、この辺もまた検討したいなと思ってるところではあります。夏はねほんとこれ涼しくていいんですけどね。さあということで、テントの中はこんなもんです。あとね物を持って入るとすればポータブル電源ぐらいのものなので、テントの中はねだいぶシンプルな感じになってます。どうもこんにちは。今回はですね久しぶりに新平ヶ原公園というところに来ました。もうかなりね何回もキャンプさせてもらってるところではあるんですが、さすがにね今日は人がいなくて乾燥です。でこのキャンプ場はですね、12月の中旬から、2月の末、2月末までですね、トイレが使えません。凍結してしまうのでトイレが使えないということで、新平ヶ原公園での今年最後のキャンプということになりました。今日はね人が全くいないので、周りを気にすることなくキャンプをすることができます。最近ですねやっぱりあのキャンプ人気で、キャンプ場に行く人が増えてるみたいです。増えてるのでなかなかねこうやって乾燥できることっていうのはないんですけれども、まあまあ人がねいるのはいるでしょうがないので、まあまあそれは人がたくさん増えてよかったなというふうに楽しんでますけれども、たまにはねこうやって乾燥ができるっていうのも嬉しいことです。今回はですねこちら、パール金属のちょい食べとかそういう名前だったかな、ちょい食べかちょい鍋かっていう名前のですね鍋です。17センチでお一人様サイズですね。こちらで今日はね湯豆腐を作ってみたいなと思います。あんまりね材料を紹介することがないので今日は材料からいってみましょう。春菊が欲しかったんですが水菜がね半額だったので水菜を買いました。それと椎茸ちょっとしか使わないんですが一応買ってきました。それと昆布ですね、だし取り用の昆布、そして主役のお豆腐、男前豆腐のですね鍋将軍というのを買ってきました。崩れにくいってことなんでまあまあこれをちょっと使ってみようかなと思います。男前豆腐はね毎回美味しいので今回もちょっと期待したいなと思ってます。それとタラの切り身とネギですね。まあ、今回もですね、まあ、料理っていう料理ではなかったりするんですが、たまにはねこういうのもいいかなということでやってみましょう。まずはですね鍋の中にお水を張っていきます。ここに昆布、これぐらい入れておきましょうか。こちらでですね、そうですね、20分ぐらい置いて、それから火を入れていこうかなと思います。すごくねシンプルな料理なのでここにね普通にだしを入れてもいいんですけども、まあせっかくなので昆布からだしを取ろうということで今回は昆布を買ってきました。ここに塩をちょっと加えておきます。こんなね昆布から出汁を取るなんてのは小学校の家庭科以来だと思うんですけども、どんな味になるんだろう。ちなみにですね今回の味付けはまずポン酢、甘口ポン酢ごま風味っていうのがありましたんでちょっとねこれを試したいなと思ってこれを買ってきました。それとやっぱり大人はこれでしょうね、柚子胡椒とポン酢でいただいてみようと思ってます。さあそれではね何枚か残して昆布をちょっと外します。
ちょっとでもね味付けを濃くしたかったんでいっぱい入れちゃいましたが、本来はこの1枚だけでもいいのかもしれません。さあそしたらここに具材入れます。そして椎茸、こんな感じで椎茸を入れてみます。それと水菜ですね。水菜をもう手でちぎって入れちゃいます。さあこれに蓋をしてしばらく煮立たせましょうか。このお一人様鍋ってのいいですよね。なんかこういうものがあるとソロキャンプ来たなって感じがします。皆さんね、この猫覚えてますかね。前回もいたんですが今回もね狙ってますね。感じがいいですよね。さあじゃあここで移し替えます。タラと水菜、じゃあちょっといただいてみます。この甘いポン酢もねどうかなと思ったんですけど、これはこれでありだと思う。柚子胡椒のね辛さをうまいこと中和してくれてる感じですね。これがいるでしょう。いただきましょう。はい、タレは今日これ使ってます。で、この甘口のねポン酢がねすっごい合います。全然酸っぱくないですね。酸っぱくなくて、ここにも書いてあるんですけど、しゃぶしゃぶなどの鍋物って書いてあるんですが、しゃぶしゃぶもね絶対合うと思います。すっごい美味しい。で、できればなんですけど、できればねこのタレもねちょっと温めてあげるとなおいいかもしれませんね。このままでも全然美味しいけど。あ、やべ、ネギ忘れた。
ほら、最初からネギつけとけばよかった。本当あれですよね、軽くつまむのにちょうどいい料理ですよね、湯豆腐って。今日はですね、珍しくですね、テントの中に引きこもってきました。でこのテントはね、1人から2人用テントなんですが、こうやってね座ってると天井がね頭につきます。高さはないんですが、まあまあ引きこもってね1人で映画見たりとか、のんびりするには十分じゃないかなというようなテントです。今日はね、ここのキャンプ場もですね、ちょっと電波が入らないので、Amazon でね、Amazon プライムビデオでですね、映画をダウンロードしてきました。今回ねダウンロードしてきた映画はね、トータルリコールっていう映画です。シュワちゃんがやってるやつですよね。シュワちゃんがやってるやつで、火星にすごい憧れがある男の話なんですけども、このねトータルリコール僕大好きだったんですよ。で、字幕版なんですけど、まあまあ無料で見れるっていうことで、早速ですねダウンロードしてきて、今日はねこのトータルリコール、これをね見てやろうかなと思ってます。まあね、せっかくこの中入ってきましたんで、暖房というか電気毛布ですよね、電気毛布をつけて、ちょっとのんびりしましょうかね。ちょっとね、わりかし最近読んだ本の話をしますと、山口敏太郎先生ですね、山口敏太郎先生と大月健二さんの、人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれたという本があるんですけども、この本がねすっごい良くて、なんて言うんでしょうね、結構最近だとですね、まあ、ツイッターとかでもそうなのかもしれないんですが、あのね1か0かとか黒か白かとか、なんか多様性がある社会なんだけども、多様性を認めない人がちょっと増えたなっていうような感じがしててですね、で僕はねそんなこと全然なくて、1か0かじゃなくて 0.2 だろうがマイナス1だろうが 1.5 だろうが、まあ別にいいじゃんっていうタイプなんですけれども、なんでね自分がそういう性格なのかっていうと、このですね人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれたっていう本の中にもあるんですが、僕もね14歳ぐらいから10年間ぐらいね新日本プロレスが大好きで、毎週見てたんですよ。で毎週見ててですね、まあ好きだったんですけども、まあ、ある時をね境に見なくなるんですよね。でそのある時が何かっていうと、まあいろんな人がいると思いますよ。ちょっと嘘くさいなと思っちゃった人とか、いると思うんですけども、僕はねはっきり覚えてるのは、
新日本プロレスがね格闘技路線で走ったんですよ。格闘技路線で走って、それはもしかしたら橋本小川戦とかそれぐらいからだったのかもしれないですが、総合格闘技にね新日本プロレスの選手が出たりしたんですよ。例えば剣道家臣とハイアングレイシーがやったりとか、まあ総合格闘技じゃないけど永田裕二とミルコクロコップとかやってて、やっぱりねその頃ねプロレス最強幻想みたいなのがやっぱりねプロレスファンにはあるんですよ。でプロレスファンにはあって、まあ、家臣やられたけどですね武藤が出たらなんとかなるだろうとか思ったりした時代があったんですよ。今だったらまあありえないんですけど、でそうこうしてるうちにですね藤田和幸さんがですね出てくるわけですよ。藤田和幸さんが出てきて、まあまあ強かったですよね藤田和幸って言ったら。でただですね新日本プロレスにいた頃よく見たんですけど、例えばね神宮球場とかで夕方ですよね、夕方の試合とかで、まあ、前座試合みたいなところで出てるのが藤田和幸だったわけですよ。でそれでねなんかあれって思うわけですよ。あれこの人前座で出てたよなとか、あのごつい体でですねフランケンシュタイナーとかやってたけど、でもこの人前座の試合出てていつも負け役の人だったよなとか思うわけですよね。あれなんでこの人強いんだと。でまあまあなんだかんだ言って藤田和幸強いぞってなって、今度新日本プロレスにね凱旋するみたいな感じになるわけですよね。で凱旋するんだけど、そしたらね IWGP 王座とかをねいとも簡単に取っちゃうわけですよ。でそこでうんってなって、あれこの人前座の人だったよなみたいなところから見なくなったんですよね。いやそれ違うでしょみたいな、なんでしょうね、この人が最強だみたいな夢があって、それがまあなくなっていく。であとさすがにプロレスも10年ぐらい見てるとですね、フィニッシュホールドが決まるか決まらないかとか、これをかわすのかとか、例えば 2.8 で返すのかとか、そういうのもねなんかね見てると毎回分かっちゃうんですよね。で見ながらですねそれでんって思うんですが、まあまあそれをねエンターテインメントとして、楽しむのが正しいやり方だということで、それを見てたんですけれども、そういう風にですねんって思っても突っ込まない、ちょっとそれ言っちゃうと野暮だなみたいな。でちょっと話は長くなりましたけど、まあ、いろんなそういう経験があるから、まあ、その多様性とかですね黒か白かとか別にそんなんどうでもいいじゃんって思えるんですよね。でそれはね、でねその本を読んでね初めてね、自分ではそういう考えがどっから来てるのかわからなかったんですが、なるほどそういうことかと。プロレスだったりオカルトも、ね、結構そういうところがあって、突っ込むのが野暮みたいなところがあったりするんですよね。絶対これ嘘でしょっていうことでもですね、まあまあまあっていう感じでこうぬるい目で見るというかっていうのがあるので、知らず知らずのうちにねそうやっていいように育ててもらったんだなとっていうのをですねその本を読んで、改めて思ったわけですね。なのでその本はねこう今の世の中世知がないなみたいな風に思っている人がいればですねぜひおすすめな本じゃないかなと思います。っていうことをねツイートしたら、山口敏太郎さんがねリツイートしてくれたんですよ。それ嬉しかったな。山口敏太郎先生、ぜひねまた来年もですね山口県岩国市に遊びに来ていただけたら嬉しいです。絶対見に行きますんでぜひぜひやってください。またそれとね寝る前に言っておきたいことなんかあるかな。あれですよ、あと2週間かな、あと2週間ぐらいでですね、皆さんお待ちかねのですね有馬記念がやってまいります。有馬記念はねなかなかね当てたことがないレース、オルフェーブルの引退レースだけは当てたんですけども、僕はね競馬大好き でこの競馬が大好きっていうのをなんかこうやっぱりなんて言うんでしょうね、ギャンブルということでですねなかなか声を大にして言いづらかったりする風潮もあるんですけども、僕はねもうそんなん関係なしにですね僕はもう胸を張って競馬が大好きと言いたいなと思ってます。で競馬はねギャンブルっていう側面だけで見るとまあちょっとねダーティーな感じもすると思うんですが、実際はですね、その馬の生産者がいて、まあ、その前にそのお父さんお母さんもいますからね、その馬のそれを育ててる牧場の人もいるし、
馬が生まれて、そこで育てる牧場の人もいるし、馬主さんもいるし、その馬を今度は実際育てる厩務員さんとか調教師の人で、あと、もちろんジョッキー、あとは調教助手とかですね、いろんな人がいて初めて1頭の馬がですねレースに臨めるわけですよ。でそういうね、なんかこう人間ドラマみたいなのもあったりするので、競馬はね、僕としてはダーティーなイメージだけじゃなくて、そういうね、いろんな人の思いを乗せて走るっていうことも含めてですね、すごく好きなものの一つです。競馬界で1年を締めくくる最後の大きなレース、これがね有馬記念なんですけれども、その、ね、有馬記念があと2週間後ぐらいってことで、まだね出る馬とかは確定してないんですけども、ちょっとねあれですよ、まあなかなかね競馬興味ないっていう方もいらっしゃると思うんですけども、実際にね見てみると、僕ね結構競馬場行って実際に馬を見てっていうのも好きなんですけども、強い馬っていうのはねやっぱりね綺麗ですよ。すっごい綺麗、すっごい綺麗でめちゃめちゃ力強かったりとかするんで、そういう意味でもですね、実際に競馬場に行ってその実際の馬を見てっていうのもね好きだったりします。でもしかしたらですね、来週か再来週ぐらいにキャンプ場でキャンプをしながら競馬新聞を広げて予想してる僕がいるかもしれないです。その辺もね、動画にできれば動画にしたいなと思ってますので、ちょっと競馬ファン増やしたいですからね、競馬ファン増やしたいし、なんかこうツイッターもインスタも YouTube もそうなんですけど、あまりにねキャンプばっかりになっちゃうと、なんか趣味がね狭くなっちゃいそうで怖いので、いろんなね方と通じ合いたいということも含めて、このね競馬もやってみようかな、ね、そういう回もあると思いますので、その時もね、またぬるい目で見てあげてください。1か0か、黒か白かだけじゃなくていろんなことがあってもいいじゃないかということでですね、今日は、ね、これぐらいにしたいなと思います。それでは。